こんにちは。漢詩を読んでみませんか？今回は半世代の詩事田園雑居、終日田園雑居の第2首です。七夕のお話ですね。第1句。朱門の功績。完成脇、朱門の功績、完成脇、町の金持ちの家での七夕に楽しい声が沸き起こる。書き込みですけども、ですね、朱門、赤い門というのはこれは、鬼人の内、ね、書いてますね。ね鬼人のうち、身分の高い人のですね、お屋敷です。それから功績、これは7月7日ですね、7月7日七夕です。金持ちの家では七夕のお祝いをして楽しい声が聞こえてくる。会食でもしているのでしょうね。第2句。電車の降魂、静かに敬意を覆う。電車の降魂、静かに敬意を覆う。田舎の七夕の夕方は、ひっそりと戸を閉めるだけ。それで書き込みですけども、電車ですね。我、関子がところは田舎のことじゃから。我、関子がところは田舎のことじゃから。それから、敬意ですね。これについては、党のこと。党のこと。とありますね。町では七夕をお祝いするのだけれど、農村ではひっそりと、暮らしている。お祝いはしないということですね。第3句。男はよく牛を引き、女はよく折る。男はよく牛を引き、女はよく折る。ちょっと返り点と違う読みをしました。解釈ですけども、田舎の男は牛を引くことができるし、女は旗を折ることができる。ね。この貝という字は、この脳と同じ意味なんですね。貝が促成で、脳が表成、ね。ということで、補い合うですね。そういう同じ意味の言葉と考えていいでしょう。そして、最後の句ですね。用いず、服を、とかの星に求むるを、用いず、服をとかの星に求むるを。天の川に幸福を求めるなんて必要ないのだ。ね。で、用いず、ね、について、ですね。牽牛星を祈ることは用いず。牽牛星を祈ることは用いず。田舎では七夕のお祝いなんてしませんよ。そんなことは贅沢だから、町の金持ちにさせておこう。ね、そういうことなんでしょうね。それでは、改めて、訓読と口語訳を読みます。朱門の功績、完成脇。電車の降魂、静かに敬意を覆う。男はよく牛を引き、女はよく折る。服をとかの星に求むるを用いず。朱門の功績完成脇、電車の降魂静かに敬意を覆う。男はよく牛を引き、女はよく折る。服をとかの星に
元を無るを用いず。町の金持ちの家では、七夕に楽しい声声が沸き起こるけれど、田舎の七夕はひっそりと戸を閉めるだけ。田舎の男は牛を引くことができるし、女は旗を織ることができるのだから、十分に暮らせるので、さらに天の川に幸福を求めるなんて必要ないのだ。それで押韻なんですけども、一句目の最後の字ですね。これが下表発行の韻に属する字です。正。それから二句目、四句目、ですね。の敬と正ですけども、これは下表旧姓の韻に属する字です。通を共通して押韻すると考えていいでしょう。最後に北京語で朗読します。秋日田園杂兴，朱门巧夕费欢声，田舍黄昏尽掩鸠。男解牵牛女能织，不须腰服渡河星。朱门巧夕费欢声，田舍黄昏尽掩鸠。男解牵牛女能织，不须腰服渡河星。最後までご視聴ありがとうございました。